はい、このスイッチがよくわからないんですけれども、あ、スイッチ屋でかなんですけど、初見の1の4行きたいです。あ、なるほどね、ホテル帰ってきたところのプライベートプールか。うわー、遊びに行きたい。ここに、あそこの左上になんかパイナップルとかあるけど、左の方にもゴールがあるな。あれ動くな。あれ絶対動くね。屋台かこの中の。あれ、ちょっと待ってよ。ん、把握に時間超かかる、ここ。え、どうやってあそこのまな板が動くんだよね。あれ絶対動くわ。動くやろ、それは動く。バシャーン並んどいてや、また。あー、鳥止まってるなー、あそこに。あ、魂でかいって、こうして、ここ入れて、これ持ってって、とも遅そう、俺動き。ここやっぱり一人ずつ違う野菜の方がいいんかな。野菜っていうかフルーツ、まあフルーツじゃないんか、スイカはよくわからないですけど、その説わかんないですけど、なんか動いたね今。あ、やっぱ、あ、危ない。え、落ちた。え、落ちた、切ってた。あ、落ちてないわ。落ちてないけども、落ちてないけどもやって。危ない、フラフラしてる。んで、あの途中で切ってるやつはあのままにして、イチゴ切っとくか。なんか動いたな今。あいつ危ね、落とされはせんのや。でもそこの駆け引きでだいぶ変わってくるよね、これ。絶対変わってくるよね。でこいつ何もしてないやん、こいつ。落ちた方が面白いけどね、落ちはせんのやね、あそこ。なんでやろう、落ちた方が面白くない。ちょっと待って、あれどこ行った、なんで遠く行った、遠く行った。んで、ほんでこれに俺はこれ入れたいんやって。これ入れて、全然南国でさ、バイトとの疲れを癒そうと思ったんやけど、俺、いやー、バナナ切ってるわ、全然癒されてない。バナナとつんです、意外と早いしさ。わー、ごめん、下のプールいらんわ、これ。で、何すればいいやん、いちごか。違う、わかった、危ねえな、それなると思ってんて。あ、これ2人いると落ちるんじゃん、1人。よいしょ、おいし、今の声ちょっとでかいよね。なんかその声の量間違えてるやついるやん、あれやね、今の俺。その声の量じゃない時の量やった、ごめん。コップどこにある、パイナップルね。次のところをもう予想して切り始めるべきか。で、コップの洗うとこどこや、洗うとこは、え、プール、プールだら、え、どこだらなのこれ、プールだら、え、どこだらなのこれ、洗うとこあるか、見える、みんな、ない、プールだらんかな、マジ、あれ、嘘やろ、スイカブルブル言ってんな。あー、ブルブルなったんか今の。洗うとこわからん、これどこやったっけ。おい、ちゃうね、絶対ちゃうね、ここじゃないね。取りたいよー、洗いたいよー。どこ洗うの、洗うとこどこ、ここ、あれ、ほんとわからんね。あ、水鉄砲あるんか、どっかに。あったー、水鉄砲やって言ってんやん。あいつ行った。そっかそっか、水鉄砲習ったばっかやん、一度さんで。洗うとこないよって言ってる俺絶対嫌やし。あとケビンってサングラスかけてたっけ前から。なんか前からかけてたっぽいなって言ってたけど、今日あの、バイトと普通の南国じゃないとこやったらかけてませんでした。普通のクリクリとした目でした。